ラッセルとー,ーは、イングランド出身の映画、t v ステージで活躍する俳優である。BBC のスーパーナチュラルなドラマ、ビーイング・ヒューマンでのジョージ・サンズ役で有名である。他には、ステージと映画の、ヒストリー・ボーイズでのラッジ役、ヒム・ハーのスティーブ役、HBO のオリジナルのドラマ、ルッキングのケビン役、BBC の t v シリーズ、シャーロックのヘンリー・ナイト役がある。 今現在は、ABC のドラマ、クワンティコ、FBI アカデミーの真実のハリー・ドイル役と、エアロバースのレーテ・リル、ザ・レイ役の出演がある。トービーは、トービーやトベイと表記される場合がある。ロムフ・フォードに、本拠地がある、エセックスから、ガトウィック空港までの送迎のサービス事業をしていた、ジョージ・トービーとキャロル・ヘインズとの間の2番目の、子供として生まれた。そして、 エゼックスのビラリキーで育った。家族は他に兄のダニエルがいる。ハロルドウッドのハロルドコートスクールを卒業してシェーンフィールドハイスクールに進学した。子供の頃、トービーは様々なもののコレクターで流行に傾く傾向があった。両親はトービーの努力をサポートして考古学的な展示物や博物館に連れて行って金属探知機の購入や 好物学者のための研修を受けさせた。トービーは歴史の教師になろうとしていたが、映画の今を生きるグーニーズ、そしてスタンドバイミーを見て俳優を志した。ティーンの間はビレリキーのキングズヘッドパブでキッチンのアシスタントとして働いていた。トービーは11歳から WH スミスやハインズの TV 広告をして俳優のキャリアを始めた。 そして、ローカルドラマクラブに所属していて、タレントエージェントに注目された。俳優として着実に働いていたので、学業がおろそかになって、父は俳優としての仕事を減らすように助言したが、母は息子が今の状態を継続できるように父を説得した。そして、1994年から CBBC で放送されたマットに出演して、 TV でのキャリアが始まった。トービーは16歳でハイスクールを去ってバーキングカレッジのパフォーミングアーツでの資格取得を始めた。しかし俳優の仕事のために学校で割り当てられた役への出演を拒否して1年後には追放処分となった。トービーはデブラ・ジレットの下とで父チチスターのシアターに出演していてジレットと通じて夫のパトリック・マーバーと知り合いになった。 そして、マーバーは、ナショナルシアターで上演された、ハワード・カッツにトービーを出演させた。他にも、ヒズ・ガール・フライデー、ライラの冒険への出演があった。2004年に、アラン・ベネット作、ヒストリー・ボーイズのロイヤル・ナショナルシアター公演に、ラッチ役で出演した。そして、ラッチ役で、ブロードウェイ、シドニー、ウェリントン、香港のツアーに参加した。またこの役で、 BBC での放送や BBC フィルムズの映画に出演することになった。トービーは最初はクラウザーの役でオーディションを受けていたが、ベネットがその役の詳細な説明を約束したので、ラッジ役を引き受けた。なぜなら、多くの仲間たちのようにドラマスクール出身ではないので、不安感があって、ナショナルシアターでワークショップやリーディングの仕事を引き受けていたのも、そのためであった。 2007年にトービーは BBC3 のロブのこの年俺年にロブのプロデューサーの弁役で出演してドクターフーのクリスマススペシャル呪われた旅路に海軍士官学校のアロンゾフレーム役で登場したこのショーのプロデューサーでリードライターのラッセル・ T ・デイビスはトービーにデイビッド・テナントの次のドクターフー役を提案していたしかし11代目のドクターフーは マット・スミスに決まって、トー・ビーは、ドクター・フー2009から2010年のクリスマススペシャル、字の終わりにアロンゾ・フレーム役で再登場した。2008年のアティテュード氏のインタビューで、トー・ビーは、より暗い役、ドラーグ・クイーン、レント・ボーイ、非逆大社、レイパストのような役柄を希望していると明らかにした。2008年のドラマ、ビーイング・ヒューマンに、狼人間のジョージ・サンズ役で出演して、 パイロット版は2008年2月18日に放映された。トービーはスタート時から2012年2月5日放映のシーズン4までレギュラー出演していた。また2012年の11月にトービーがナレーターを務めたビーイングヒューマンのオーディオブックバージョンがアウジオ5から発売になった。2009年にはロイヤルコートシアターで上演された。 エイミラクルにゲイリー役で出演し、2010年の映画ヒュージと2010年からの TV シリーズヒムハーに出演していた。そして2012年、犯罪ドラマシャーロックのエピソードバスカビルの犬にヘンリーナイト役で出演した。2014年、HBO の TV シリーズルッキングのシーズン1に全8話の出演をした。 サンフランシスコに住むの芸の友人たちを描いたもので、トービーはケビン役であった。同役でシーズン2のレギュラー出演も約束された。また、2015年には歴史ドラマのバニッシュとに出演した。ジミー・マクガーバン作による18世紀のオーストラリアの囚人たちについてのドラマであった。そして、2016年には、 ABC ネットワークのスリラー、クワンティコ、FBI アカデミーの真実に、ハリー・ドイル役で、レギュラー出演をした。2017年4月にロイヤル・ナショナル・シアターで、トニー・クシュナーの作品、エンジェルス・インはアメリカのリバイバル上演に、アンドル・ガー・フィールド、ネイサン・レインと共に、ジョー・ピット役で出演した。また9月には、ウェブ上で、CW ・シードの、フリーダム・ファイターズ・ザ・ レイのレイテリル、ザ・レイ役の声を担当するとの発表があった。スーパーガール、スーパーガール、アロー、アロー、ザ・フラッシュ、フラッシュ、そして、レジェンド・オブ・トゥモローとのクロスオーバー作品、エアロバースでのエピソード、クライシス・オン・アース・ X ックスにレイテリル、ザ・レイ役で出演することが発表された。トマイナスーは、劇作家と脚本家でもある。いずれも上演されてはいないが、三つの劇を、 執筆していた。短編小説の一つは、カンパニー誌に掲載された。また、ショートフィルム、ビクターの制作を企画していて、2010年8月現在、制作資金の調達を模索している。トービーが、自分自身のホモセクシャリティを自覚したのは、15歳か16歳の時であったが、家族に打ち明けたのは18歳の時で、家族間に摩擦を引き起こした。トービーと、 父はその後の関係が悪化して、この問題を解決するために父は、トービーに、以前から知られていたホルモンの服用か、化学治療を受けるように依頼した。また両親は、トービーの HIV に感染する可能性について、ひどく心配していた。この関係は、2004年の10月に、老いの姉さんの誕生をきっかけにして修復が図られ、現在は良好な関係を保っている。 2018年2月に、トービーは以前から付き合っていたラグビー選手でフィットニスインストラクターのスティーブ・ブロックマンと婚約した。ありがとうございます。